イブン・バトラン、トクイム・アル・サイホ、C。10050イブン・ブトラーンは、イラクのネストリウス派キリスト教徒の医者。トクナム・サンティティスというラテン語に翻訳された著作で、ヨーロッパ世界でも有名である。また、1054年に発生した、超新星爆発に関する記録を残している。イブン・ブトラーンは、アブル・ファラージュ文体イブに支持したキリスト教徒の医者である。長 バグダードとダマスクスで名を挙げた。1049年頃にフスタートを訪れて、アリー・ブンリドワーンと会い、彼と気候と季節が、人々の健康や薬の有効性に与える影響について意見を交わした。また、医者を、いかにして養成するかという問題や、栄養素の分類についても議論した。フスタートからコンスタンティノープルへ行き、その後、アンティオキアに身を落ち着けて、当地で、 修道生活を送った。イブン・ブトラーンは、医者も千差万別という著作を書いている。これは、ヤシの諸行を批判した滑稽者で、作中には、名医者、金草医、射血医、養生の専門医、薬草医が登場し、イブン・ブトラーン自身も顔を出す。作中では、狼とトカゲの糞がなぜ喉の痛みや傷に効くのかについて語られたり、病院の枕探しには、 血抜きした患者の射血箇所でどういった夢判断に基づいて射血したのか、あるいはどういった類感受術に頼って射血したのかが分かってしまうといった話が語られる。イブン・ブトラーンは、また、売りに出されている奴隷に隠れた病気があることを察知する方法について述べた修道士が使うためのマニュアル本も書いている。イブン・ブトラーンは、衛生学に関する タクウィムスイ派という書物を表し、これはラテン語に翻訳されて、ラテン語文化圏でも読まれた。イブン・ブトラーンの研究は、養生や、節制の分野を扱い、より詳しくは、食事や運動について論じている。イブン・ブトラーンは、各個人が、体と精神の両方を注意深く良好に保つ、ことのメリットについて力説する。 本書は中東で長期にわたって読み継がれ、ヨーロッパでも中世から16世紀までの間、アルメノック・デ・ラ・サンテというラテン語翻訳で親しまれた。このことはヨーロッパの近代化に影響を及ぼしたイスラーム文化の一例である。イブン・ブトラーンの名前は天文学史においても知られている。1054年の超新星爆発は日本の赤月記と中国の文献に記録があるが、 それらを除く文献記録はイブン・ブトラーンによるものしかない。東アジアの文献によると、この客星は3週間にわたり空に輝き続け、日中でも観測できたという。イブン・ブトラーンは、この1054年の北半球が夏の時期に起きたこの天文現象についての証言を残しており、それは彼がスタートを去り、コンスタンティノープルに移住する時のことであった。 イブン・ブトラーンの証言は曖昧なものであり、東アジアの文献がなければ、使い物になるものではないが、その一方で、この天文現象を目撃したとし、彼が、まわゆいと表現したその星の王道体における位置、その時に、土星が巨海軍に入ったことを記している。これらの記述は、彼が目撃した、天文現象が1054年の超新星爆発で、あると同定するのに、 十分な情報である。イブン・ブトラーンは自分が目撃した天文現象を天気性あるココップあるあたりと名付けた。アリストテレスの宇宙論において天球は万古フ編であるとされる。このドグマに反する現象はすべて月下界の現象に位置づけられた。イブン・ブトラーンの証言は13世紀の医者イブン・アビー・ウサイビアが1242年に書いた。 古今東西の医者の列伝右にあるワンバの中で引用された形で現代に伝わる。ありがとうございます。